メージが、ひっくり返る、日は、来るのだろうか。想像する、女性が拘束され養辱、その果てに、全身麻酔を打たれる。意識がある状態のまま、その子息を目の前で、切り落としていく。手足を失っても生きていても、やがて首にチェーンソーが当てられ、メキシコで実際にあったマフィアによる殺人だ。なぜその女性はそこまでの殺され方をせねばならなかったのだろう？その疑問は何かの壁として、深淵にある。神様はなぜ、彼女を救わなかったのか？正義は勝つんじゃないのか。ただ、それ、を言う人は自身を、あるいは、神と名乗るわけで。私はあなたの言う通りにしたのに、なぜ？神、へ、あるいは怨念のような何かは、襲うのかもしれない。その無念を晴らさねばならないのだ。絶対に倒さねばならない。あるいは、そんな決意。